1613年にサートマス・アースキンが購入し、アースキン家が邸宅としていたケリー・城。1970年よりナショナルトラスト・フォー・スコットランド所有。ケリー・伯爵はイギリスの伯爵位、スコットランド貴族。1619年に初代フェントンシ爵、トマス・アースキンがジョイされたことに始まる。シャ名はスコットランド・ファイフ州のバロニー・オブ・ケリーに由来する。 ケリー伯爵は1835年により、マー伯爵が兼ねている。またスターリング城の城代とスコットランドの氏族の、一つ、アースキン氏族の氏族長を接種している。マー伯爵兼、ケリー伯爵の紋章。エスカッシャンの後ろに配置された鍵と杖は、スターリング城の城代であることを示す。アースキン氏族は、ローランド地方のレンフルーシャー州アースキンに起源を持つ。 スコットランドの氏族である。名前が知られている最初の人物はヘンリー・ド・アースキンでスコットランド王アレグザンダー2世の1226年3月12日付の所管に承認として名前が見える。スコットランド独立戦争においてアースキン氏族はブルース氏族を支持していた。サーロバート・アースキンはスコットランド王デイビッド2世によって 幼少スターリング城の城代とされ、1350年には、スコットランド区内長官及び、北ホースの司法官にも任命されている。ブルース町断絶後、アースキン氏族は、ロバート2世を支持し、スチュアート町の成立に貢献した。1435年に、第12代、マー伯爵アレグザンダー・スチュアートが講じた後、上記サーロバートの孫にあたる初代アースキン教。 ロバート・アースキンは、母親が第七代、マー・ハクシャク・ガルトナイトの血を引いていたことから、継承権を請求した。この主張は、当初スチュアート長の王たちに入れられなかったが、1565年に、メアリー一世によって遡る形で認める、直居状が発せられ、第六代アースキン教ン・アースキンは、第十八代、マー・ハクシャクとなった。ガウリー陰謀事件。 アレグザンダー・リヴァンや、第3代、ガウリー・伯爵・ジョン・リヴァンだが、スコットランド王・ジェームズ六世の暗殺あるいは、誘拐を狙ったものとされるが、真相は明らかではない1619年に、ケリー・伯爵に上されたトマス・アースキンは、第18代、マー・伯爵・ジョン・アースキンの、弟・アレグザンダー・アースキンオブ・ゴガーの息子である。トマスは、スコットランド王・ジェームズ世と同の、学友であり、 終生にわたる長身であった。1600年に発生したガウリー陰謀事件では、ジョン・ラムゼーと共に、首謀者とされるアレグザンダー・リバンを切り、没収されたリバン家の財産の3分の1を与えられている。1604年にディーレトンのアース近況、1606年にフェントン死者へ上された後、1619年にケリー白爵へと少女された。 初代白爵の孫にあたる第三代ケリー白爵アレグザンダー・アースキンはイングランド内戦期の軍人であった。彼は騎士党に属し、ウスターの戦いで延長党の捕虜となり、釈放後は王政復古まで海外に逃れた。三代白爵の孫である第五代ケリー白爵アレグザンダー・アースキンは1745年ジャコバイト法規においてジャコバイト側につき、 プレストン・パンズの戦いフォルカーク・ミュアの戦いカロデンの戦いでクレート・ブリテン王国政府軍と戦い捕らえられてエディンバラ城へ収監されている。ついで第6代ケリー伯爵となった5代伯爵の息子トマス・アースキンは音楽家、作曲家として知られる。その弟にあたる第7代ケリー伯爵アーチボルド・アースキンは生涯未婚であったため、 爵位は三大伯爵の弟サーチャールズ・アースキン、順段爵の子孫へ継承された。第十代、ケリー伯爵メスベン・アースキンが1829年に出すると、初代伯爵の子孫は断絶した。しかし、直居上には、アースキン家の加盟と紋章を帯びる、男系男子相続人への特別継承権が付されていたため、本家筋である、第二十六代、 マー伯爵ジョンアースキンが継承権を主張。1835年にこれが認められて終釈第11代ケリー伯爵となった。26代マー伯爵兼11代ケリー伯爵ジョンには息子がいなかったため、没後ケリー伯爵くらいとアースキン家の財産は父方の重帝であるウォルター・アースキンがマー伯爵位は女系の老いである。 ジョングッド・イーブがそれぞれ相続した。しかし12代、ケリー・伯爵は、マー・伯爵の継承権も主張し、相続争いが発生した。貴族院特権委員会は、当初12代、ケリー・伯爵の主張を認めたものの、最終的に1885年の議会立法により、1565年に六大アースキン教場は、マー・ハクシャクの継承を認められるとともにもう一つの、 マー伯クが創設されていたとみなすと決定された。これにより、中世創設の元のマー伯クを、ジョン・グッド・イーブ・アースキンが、1565年創設のマー伯クを、第13代、ケリー・伯爵・ウォルター・アースキンが相続することになった。以後2019年現在に至るまで、マー伯クとケリー・伯爵はその子孫によって保持、されている。ロバート2世の孫で、 第十一代、マー伯爵イザベル・ダグラスと結婚し妻の権利によって、マー伯爵となった。十二代、ケリー伯爵の息子。最低前に、父親の即挙により就職していた。ありがとうございます。